駅遠景改札口ホーム、川原湯温泉駅は、群馬県安妻郡長野原町大技川原湯にある、東日本旅客鉄道阿妻線の駅である。長野原町の東部に位置する川原湯温泉の最寄り駅である。八ッパダムの建設により、旧駅を含む川原湯地区、川原畑地区などの一帯が、ダムの水没地域に含まれるため、線路の付け替え及び、駅の移設が行われ、 2014年10月に旧駅から南西へ約 1.5km 離れた約 70m ほど高い現在地へ移転した。八ッパダム建設に伴う駅移設の際、国土交通省が1995年に新駅の用地の一部を地権者の男性から取得したが、その際、代替地を提供していなかったことが2014年9月に毎日新聞の報道により判明。 新駅用地は、こうした状態のままで JR 東日本に譲渡されており、2014年現在も、新駅の固定資産税は、地権者の男性が支払い続けているという、異常な状況のままでの新駅開業となった。島式ホーム一面二線を有する京城駅。駅舎とホームとの間には、階段の他エレベーターが設置されている。旧駅は、 相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、互いのホームは、古戦橋で連絡していた。また、阿賀妻線内で残っていた、唯一の木造駅舎であった。駅移転後に、旧駅舎は解体された。長野原草津口駅管理の簡易委託駅。朝、夜間は、係員不在となる。2014年の駅移転の際、八ッパダムが完成する2020年までに、 駅舎の西隣に旧駅舎を復元した地域振興施設を整備する計画が浮上していた。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は18人である利用客数1。これは群馬県内の JR 線の有人駅では最も少ない。近年の推移は以下の通りである。八ッパダムにより形成された八丁上が 妻子の南岸に面している。現行の河原湯温泉駅の東側500メートルほど、県道375号河原湯温泉トンネルを抜けた場所に新温泉街が整備されており、共同浴場の大湯が2014年7月に移転、営業再開したのを川切りに、旧温泉街にあった商店や旅館も順次移転している。旧駅の駅前広場は国道145号に面し、 旧駅から西に約五百メートルほどの高台に旧温泉街が形成されていた。八ッパダム工事にあたり旧温泉街の建物は取り壊され、旧線のレール等設備も撤去されており、残存する橋梁などはほぼ水没している。また、駅移転前は水没地域に含まれない、東渓谷遊歩道や、パルサワトンネルへの最寄り駅となっていたが、駅移転後は、 ロメ 5km 以上の距離と 100m 以上の高低差が生じるようになり、アクセスには不向きとなった。道地へのアクセスは 3km 強の距離があるものの高低差が緩やかな岩島駅の利用が若干便利である。かつて JR バス関東の高速バス、上州湯巡り号が移転前の旧駅に停車していたが、2012年11月1日より経路変更に伴い廃止された。 旧駅建設中だった、当時の、現役東日本旅客鉄道はガツマ線、岩島駅川原湯温泉駅長野原、草津口駅川原湯駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。